みんなで海について考え、未来へ引き継ぐアクションの輪を広げることを目指す、それが海と日本プロジェクトです。日本に3000基以上ある灯台、 GPS の登場などで航路標識としての必要性が低くなるなど、存在意義が薄れつつあります。しかし灯台は海のシンボルです。海と日本プロジェクトの海と灯台プロジェクトでは、海と人と灯台とのつながりを作る取り組みを始めました。その一つが11月1日の灯台記念日に合わせた海と灯台ウィーク。海上保安庁と協力し、全国36カ所でイベントが開催され、灯台をもっと身近に感じられる機会を作りました。境港市の海と暮らしの資料館、通称水のない水族館で、海の生き物の剥製が数多く展示されています。こちらでは海と灯台ウィークに合わせ、灯台写真の展示イベントが開かれました。堺海上保安部が管理する灯台の写真や、灯台で使われていた大きな電球などが展示され、訪れる人に灯台の魅力を伝えました。歴史的文化的価値があり、また地元のシンボルでもあります。皆さんがより灯台に関心を持って、また親しみを持っていただければなと思います。灯台は海の安全を守る重要な施設。皆さんも灯台について考えてみてはいかがでしょうか。海と日本。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして高評価もお願いします。